アーチー・ウィリアムズで49秒台程度の選手であった。しかし、1936年には見違えるほど力をつけ、全米大学選手権の400メートルでは予選で46秒1の世界新記録を受立。決勝でも47秒0で優勝した。ウィリアムズはオリンピック選考会までこの好調差を維持、46秒6のトップで、 オリンピック出場を決めると本番でも46秒後で金メダルを獲得した。金メダルを獲得したウィリアムズに対してドイツのアドルフ・ヒトラーは他の黒人の金メダリストと同じく握手で祝福することはなかった。翌年足を故障し選手生命を絶たれ引退。機械工学の学位を得てカリフォルニア大学バークレー校を卒業後1939年に カリフォルニア州オークランドの民間パイロット訓練施設に入所。第二次世界大戦開戦後の1942年に空軍に入隊。ウィリアムズは第二次世界大戦で14人しかいなかったアフリカ系アメリカ人の航空気象訓練生となる。パイロットのライセンスを得て空軍パイロットの訓練士となるとともに気象学の講師となる。戦後もパイロットと 気象講師として1964年まで一貫して、その職に従事した。1964年に空軍を引退後は、数学とコンピューターの教師となり72歳まで、カリフォルニア州のハイスクールで教弁をとった。同州フェアファックスにて没した。ありがとうございます。